いやー眠かったねいやそれなーマジでそれなやわ実際ちょっと眠ってたしなホントあの先生話長いしつまらないよな本当にね、えー、ちょっとマジで長いよなあれなそうだよなーそうだよな <laughs> ちゃんと聞いてる人いんのかなねもう院長もちょっとうとうとしてたしさねそれで言うとさお前は最強の動物って何だと思ういや会話下手すぎるやろ全然関係ないこと言うじゃんごめんごめん急に気になっちゃって いや、でも誰でもさ1回くらい考えたことあるんじゃないのうーん最強の動物うーんまあなんだろうな全部の動物を戦わせて最後に残る1匹ねうーんまああの単純に考えてゾウとかえ象？ゾウゾウいや想定内だろうゾウなんで想定内の回答でしょういやいやゾウなんかすぐやられちゃうよいやなんでよゾウでっかいし力も強いよ <笑>笑っ笑ちゃうねかよいやいやそのねでかくて力が強いイコール生き残れるっていう考えがもう古いよ今はレアだよわかるそんな古くて安直な考え方のやつは生きてたってどうせ何も成し遂げないし生み出さないんだよお前さらっちまうぞ言いすぎだろおいさらっちまわないでいいでしょう いやそんなに言うならさお前は何だと思ってんだよ最強の動物ドラゴンだねお前さらっちまうぞおいでかくて力が強くてドヘクションじゃねえかよいやいやそんな怒んないでよよく俺のゾウにあんなこと言えたなギャグギャグもうギャグじゃんちょっとちょけただけやからだからさ足上げてくれよいや足踏んでねえからそこまで怒ってないからあならいいんだけどさいや俺が見つけた最強の動物ってのがねこれはい、はい、チンパンジーなのよチンパンジーそうそうチンパンジーってね 別にその弱いイメージもないんだけど特段強いイメージもないよチンパンジーこそ最強だよだってさほらチンパンジーの握力は3 0 0キロ脚力は3 5 0キロその筋繊維の長さといったら人間の2倍じゃないいや知らねえからみんなご存知みたいに言ってるけどさそんなこと普通知らないからねいやまずシンプルに身体能力が高いってことねうんまあ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 それは分かったけどそれだけじゃないのチンパンジーは頭もいいからねまあまあそれはそうだね 簡単な道具なら使えるって言うしね。そうそう、つまり、真偽、うん、体全部揃ったのがチンパンジーなわけ。いや、心は分かんねえだろえ、じゃあさ、さそこまで言うならね。もしチンパンジーが象と戦うってなったら、チンパンジーはどうやって勝つのよ。うん、そうだな。象はウェイトもあるからね。踏んづけるだけで勝てちゃうかもしれないよ。そんなの関係ないね。チンパンジーは木の上だぜ。いや、まあ、まあ、あ突進してね。 押ししししちゃうかもしんないしね。チンパンジーはゾウの入れないホラー穴に隠れちゃうからいやまあそうなったらこうね長い鼻でバッって引きずり出すだけだよチッチッチッそんなことしてる間に仲間たちがウホウホ出てくるからいやずっとズリーなおい仲間たち出てくるのなしでしょチンパンジーに勝てる動物はいないってことよいやもうそれでいいよもう俺が何の動物をさこう戦わせたってねチンパンの栄養になるだけだし栄養あの栄養ってどういういやあのそういう例えじゃん ねなんかなんとなくで言っただけよこっちもだからそんな追求しないでよああそう次なんだっけ次は体育だねやべ体操服あるかなうわー忘れたっぽいなちょごめんお前が着る予定の体操服俺にくんねえかないやもちろんだめよどこに勝算があったのよそれ交渉下手すぎるから一生に一度のいや一年に一度のお願いだからお願いのランク下がってるじゃない 聞く気になれないからねそんなのねうーんあの遅れたらさまた怒られるから俺も行くよあちょちょっと待ってまだロッカーにあるかもしんないから多分ないからもう保健室に借りけってああもうちょっと待ってって